プリシュティナのレストランティファニーで供される伝統料理コソボ料理はコソボに生まれついた民族集団の伝統的料理からなる。アルバニアとの歴史的及び民族的関係によりコソボ料理は著しくアルバニア料理に影響を受けており中央ヨーロッパ料理の構成要素を取り入れることは一層少なかった。一般的な料理にはパイ、フリア、肉詰めピーマン、トーカ、サルマなどがある。 それでありながら、地域により料理には、若干の相違がある。パン、乳製品、肉及び野菜は、コスボのアルバニア人料理の重要な主食である。レシピが多様であるため、コスボの日常の料理は、国内で猛暑となることもある夏や、長く続くことが多い冬に適応できる。その大陸性気候のため、新鮮な野菜は、夏の食材であり、秋から冬は、 漬物の野菜を食べる。コソボの冬の間の最も一般的な料理は、ザワークラウト、青トマト、キュウリ、カリフラワーの漬物、および、通常初秋の味覚である、アイバーなどの調味料からなる。これらは一年中人気の前菜の食材でもある。コソボでの朝食は通常は軽く、クロワッサンとコーヒー、サンドイッチ、スクランブルエッグ、オムレツ、またはトーストにサラミ、 プロセスチーズ、レタスと茶からなる。シリアルと牛乳、ワッフル、プレッツェル及び自家製パンケーキと蜂蜜、マーマレード、またはヌテラも、また特に子供がよく食べる。全国中に様々なパンがある。特にバゲット、コーンブレッド、キフリ、および全粒子パンなど。フライジャコソボではパイをトレジート、またはピテと呼ぶ。様々なパイが、 一般的である。タラら通る典型的なサラダの食材は、トマト、玉ねぎ、ニンニク、ピーマン、キュウリ、ジャガイモ、キャベツ、レタス、ニンジン、および豆である。タバいい、プライゼントキャベツの葉のサルマサルマ、ケフィアを詰めた、ピーマン、カッテージチーズ、およびピテ。テイブプライズリには、南部の都市プリズレンの地域伝統のキャセロールである。これは羊肉、ナス、ピーマン、 玉ねぎ、トマトで作り、温かく供される。サルマもまたもう一つの人気の昼食の料理で、キャベツ、または、ぶどうの葉でひき肉を包んで作る。最も人気の魚料理は、パイクパーチやコイのような淡水魚のフライからなる。名物料理は、コイの鍋料理、テイブ・クレイッピーと考えられ、ドゥカジニ渓谷周辺の都市、特に、シュコドラとの関係により、ジャコバで広まっている。 付け合わせは、ニンニク、ローリエ、トマト、パセリである。春で伝統的なコスボのデザートは、レモン、またはバニラ風味で味付けしたシャーベットである。主流のペーストリーには、バクラバ、クレムシュニテ、プディング、クレープ、トゥーラムバッド、テスピッシュと、ローニなどがある。グラスに注いだ、ボザアイランコソボで、最も人気な伝統的飲み物は、赤キャベツを発酵して作るラスジである。 他の人気の飲み物には、ボーザ、レモネード、カンポット、ビール、およびコーヒーや茶がある。ありがとうございます。